白鳥を焼く男は、パウル・ヒン・デミットのビオラ競争曲の一つ。室内音楽第5番とともに、20世紀に作曲された競争曲としては、バルトークやオールトンの作品と並んで、ビオラ奏者の中核的なレパートリーを成している。1935年に作曲され、同年11月14日に作曲者自身によって、アムステルダムで初演された。3つの楽章は、 それぞれ別々の中世のドイツ民謡に基づいており、そのため時に古い民謡から作られた競争曲などと評されもする。人騒がせな曲名は直訳すると白鳥を回す人であり、修学賞があなたは白鳥を回す人ではありませんね、という民謡を原曲としていることにちなんでいる。白鳥を回す人とは白鳥の肉を刺した串を回しながら火で炙り焼く人を刺す。 作品は多くの点で近代音楽の様式の要素を反映しており、時に耳障りな火星信仰が意図的に使われている。銀遊詩人がやってきて数々の歌を披露するという思考で作曲されており、銀遊詩人の役割がビオラ独創に託されている。曲中で使われた雇用は1877年にフランツ・ベーメによって出版された。 古いドイツの民謡集から取られた。山と深い峡谷の間でから、緩やかに、程よく動いて、いざその葉を落とせ、小さな母大樹から極めて穏やかにガーと、あなたは、白鳥の肉を焼く人ではありませんね。による、変奏曲から程よい速さで、ビオラ独奏を聞き取りやすくするために、バイオリンとビオラを省いた、得意な楽器編成が採用されている。フルートに、オーボエ1。 クラリネットに、ファゴット1、フォルン3、トランペット1、トロンボーン1、ティンパ2、ハープ1、チェロ4、コントラバス3。ありがとうございます。